東白助光没は、鎌倉時代の、東鏡に登場する人物で、弓の名手である。東助光とも、伝説的には、上野国東軍を治めた東氏の一族であるとか、岩槌城城主であったなどというが、具体的な証拠はない。東氏は、鎌倉時代から南北朝時代にかけて、上野国東軍東部を支配したと伝わる氏族である。ただし資料など、 具体的な根拠に書き、伝承や伝説に頼らない確実なことはほとんど何も分かっていない。確実に言えることは、東白助光が、鎌倉時代の師匠、東鏡に4度登場し、将軍源な朝に仕える、弓の名手であったということである。東鏡では、東白助光は、鎌倉在住の御家人としてのみ登場し、領地が、 東軍であったかどうかについても全く言及はなく、またその系譜や末路、光栄についても一切触れられていない。江戸時代以降、東軍や東氏について様々な伝承や伝記を収録したいくつもの文献が登場し、東白助光スケミツもそれらの中に言及がある。ただし、これらの書店が何を根拠に書かれたかは不明で、東鏡などと矛盾する点もあり、 信頼に足るものではないと考えられている。これらの書伝の中には、あずまは上級の乱を境に一度断絶したとするものがあり、これをもとに、前あずと、後とあに区分される場合もある。あずま郎助光は、前あずの最後の当主であるともいう。あず地方外略図岩渕城があった、岩渕山。あずま郎助光はその城主だったとする伝承もあるが、 史実性は不確かである。他地域と比較すると、上野国は中世以前の信頼できる資料が少ないとされ、とりわけ、東地方はその傾向が顕著である。その原因として、古代から中世にかけての春名山や浅間山の噴火で、東地方の在地領主が大打撃を受けたこと、戦国時代に、相模の北条氏、甲斐の武田氏、 越後の植杉氏という有力戦国大名が、進出して、上野の有力戦国大名が育たなかったこと、などが挙げられている。いずれにせよ、中世の東地方の勢力図を直接示す資料は、なく、東鏡に、東氏が登場すること以外には、確かなことは何もわからない。その、東鏡においても、わずかに、東氏の名前があるのみで、東氏が、 東軍を領地していたのかどうかについてさえ何も言及がない。登場する東氏数名のうち最も衝述されている東白助光は鎌倉在住の人物として描かれている。ただ、東氏の名が他の上野国の御家人と並んで列記されていることから、東氏も上野国の有力御家人だったのだろうと推定されている。東地方の中世の情勢を示す。 同時代的資料が英六年間の関東学注文である。この文書は、上杉謙信が関東地方に進出した際に複属した東国書章を記録したもので、この中に、東地方の有力者として、岩下須の斎藤越前守るの名が見える。この斎藤氏は、後に武田氏、真田氏と争って滅ぼされた岩槌城の斎藤氏と目される。しかし、 関東幕中門には岩槌ではなく岩下とあることから関東幕中門の時点ではまだ斎藤氏は岩槌城に寄っていなかったのではないかとも考えられている岩槌城の斎藤氏は東氏の公営を標榜したというが確かなことはわかっていない江戸時代になって東地方についての秘書が民間で盛んに書かれたしかしこれらはいずれも根拠が全く不明で 明らかに史実でない内容も含まれており、伝説集に過ぎないものとされている。いくらか信頼性があるとされるのが、元沼田半々氏による、風分きで、当時実在した資料を多数引用していて、その資料の一部が現存して検証できることから、記述の妥当性が裏付けられている。とはいえ、現存しない資料も含まれていて審議は、不明な部分も多く、 全部を無批判に採用できるものでもない。安妻氏に関する情報源は、風脇や数々の伝説集にほぼ限られている。安ずましろすは、そのような伝承、伝説によっており、史実性については分かっていない。鎌倉時代の成立と推定されている歴史書、安ず鏡には、安ずから、安ず八郎、安ず太郎、安ずましろすの三人が登場する。 これにより、平安時代末期から鎌倉時代初期の東国に、あずまという有力御家人がいたこと自体は、確実性が高いと見られる。しかし、あずま鏡には、所要や系譜などの記載はなく、詳しいことは何もわからない。あずま郎助光は、元旧元年2月の鎌倉幕府のおまと会に、選抜いてとして登場する。これは、 源の三重友が将軍位を継いで最初の弓始め会であった。白を透光はこの時新将軍の前で技を披露する六名に選抜されていることから相当な名手であったことが伺える。十日、木の絵犬、晴れ、寒風人理およびに、馬国一、女給士、雄二お弓真一。いて一番、和田平太種長新外白へ朝二番、諏訪大部、 森高雲の小太郎講師3番、も月三郎サブローしげたこあずましろまき18、元旧万年2月10日、上、国立国会図書館デジタルコレクション、東鏡まか18巻、コマ番号4715日、犬馬、小雨、鶴学宮法上会、将軍家記憶れ優二五三愚一の、書、随病未下林歴に有猿触りのやから一、 ひれめしに別人、和幸きほど。数、国ひれ控えにごし一。言ゆうために新次元、乱一。あずまか十八、県営二年八月十七日以上、国立国会図書館デジタルコレクション、あずま十八巻、駒番号六十三県営二年夏、源実友が、鶴岡八万宮の法上会に臨むにあたり、敬語のため、 アズマ・シロ・スケミツが友を命じられた。ところが、アズマ・スケミツを含め、これを怠る者が続出した。サネともは急遽代わりの警護を手配しなければならなくなり、大きく出発が遅れてしまう。その結果、法能部学の上演が夜にずれ込んでしまい、サネともはべての予定を果たすことができずに帰る羽目になった。後日この件が問題視され、執権、北条義時。 鶴が守る宝城時房、大江広本、三好義信、それに二階堂幸光によって質問が行われた。東白助光以外にも不参加だった武将がいたが、彼らはそれぞれ身内に不幸があって服もしており、軽画行事に参加するのははばかられたとか、病気で体調を崩していたとか申し立てて難を逃れた。しかしあず助光は適切な理由を述べることが、 できなかったしかも随病の中東白助光無にその子一触れ三の館異二行光一秀行運助光家戸漏れ日二大名一小ために類化の有志一秀飯二かの一吉触れあり二面目一家東鏡巻十八県営二年八月十七日上国立国会図書館デジタルコレクション東鏡十八巻 コマ番号十三2回、どうゆきみつは、大名でもないあずますけみつが共に加えられるのは、武勇を変われての名誉なのに、怠るとは、何事かととがる。あずますけみつは、晴れの舞台のために用意した鎧をネズミに、かじられてしまい、傷者の鎧で列に加わっては帰って将軍の恥になると考えて自重した、と弁解した。すけみつシャサルーン。入れために晴れケイ ところに良い日とよろい。されね松室レソンの間。あずまかが18、県営2年8月17日上、国立国会図書館デジタルコレクション、あずまか18巻、コマ番号63だがこれが逆に、二階堂雪光の激輪に触れた。二階堂雪光は、列に加わるのはあくまで敬語が目的であり、身長の鎧で着飾って見せるのではなく、 倹約して代々使い古されていたんだ鎧を着てこそ、武士の誉れである、と叱る。その上で、東助光は、以後の出資に及ばずとされてしまう。助光社書れひれ止めに出資一なり。東鏡巻十八、県営二年八月十七日上、国立国会図書館デジタルコレクション、東鏡十八巻、コマ番号六十四この年の暮れ、さねとの館の上空に、 青崎が飛来し、神殿の屋根に居ついてしまった。近所に、これを言い落とすように命ずるも、誰も名乗り出ない。そこで、北条義時は、先般関喜に触れて尻けられてしまった、東助光が近くに待機しているはずなので、飯出せと命じる。総集姫猿う東白助光されうれいした猿もにご景色一時上。当時、在にご賞金辺一家。 彼ひれめしれこれ。東鏡巻かが18、上元元年12月3日、上、国立国会図書館デジタルコレクション、東鏡まか18巻、コマ番号65五ずましろは、急遽駆けつけた。慌てたために衣服を逆さまに着用していたという。助光は狙いを定めて、矢を放つも、その場の者たちからは助光が的を外してしまったように、見えた。ところが、 詐欺は庭先に落ちてくる。スケミツは、詐欺の左目に矢羽根をかすらせて、詐欺を落として、生け取りにするという離れ技を披露したのだった。スケミツ県一緒二所、慶一群れいなり。ながられ生者二流の一。魚館と人。ジョレもとかれ法二十金一のよしひれ、ひにゃおぐで一。ところれた二九五軒一なり。あずま巻十八。上限元,元年十二月三日。 上、国立国会図書館デジタルコレクション、東鏡十八巻、コマ番号六十五スケミツはその腕前を称賛され、立ちを授かるとともに、改めてサネ友の側近に取り立てられた。一連のエピソードから、東ずま郎スケミツは、鎌倉に住んで幕府に勤めていたことが伺い知れる。その後も、正月の弓始めで、スケミツが伊手を務めたことが記録されている。将軍家失業。 その後、ひれめし、ふたわでん、ひらたたねなが、もちづきさぶろうしげたか、てしまたろう、ちくごろくろうちなお、あずましろすけみついかいていち、ゆうじごてき、しいち、あずまかがみまきじゅうはち、上限2年1月6日、じょう、国立国会図書館デジタルコレクション、あずまかがみじゅうきゅうかん、こま番号70、あずまかがみでは、この記録を最後に、 アズ氏に関する記述はない。再編アズ記には、アズマ史郎が、将軍の館の屋根から詐欺を言い落とした逸話が収録されている。江戸時代になると、アズ地方では、地元の歴史を綴った、様々な書物が表された。地元の仏像が表したという、原町岩渕城記録、再編アズ記、アズ軍記、町人が表したという、アズマ軍略記などである。 しかしこれらが書かれた時代は、東氏がいたという鎌倉時代からは500年余りも、広大のものであり、何を根拠に書かれたのかは全く不明である。記述を裏付ける証拠は何もなく、これらの書物に対しては、信頼には足りない、どの辺まで信用して、よろしいか、誠にわからない、もちろん信ずるわけにはいかない、全面的に信じがたい、資料として信頼できるのは、 アズ鏡の記事のみといった評価が下されている。いくらか信頼性を評価されているものとしては、元沼田半々氏が表した、風脇がある。この文献は、執筆当時存在したという数多くの資料を引用していて、その資料のいくつかは現存して称号が行われており、一定の信頼性が認められている。しかし、現存しない資料も多くあるため、風脇を 全面的に信用することもできない。近代以降の研究としては、旧原町の役場に所蔵されていた原町父事、西保が挙げられる。この文献では、東白助光の父を東太郎た助とし、さらにその父相、東ずまごんもりかねなり、あずまごんもりこうづけのなどと遡ると、藤原秀郷に至るとしている。ただしこの記述は、 尊卑文脈に合致しないほか、江戸時代の書伝とも辻妻が合わない。江戸時代に元沼田半藩氏が書いたのが、風脇である。その、岩毘城由来のことなみ、東太郎殿、不あず三夜のことという章に、東氏の来歴が示されており、東ず四郎助光の言及がある。遠藤海守るためのりより後世にして、光の次男妹、して、 東ズ軍を、玉まもの日をお将に居住ありて、東太郎と去るけり。税より、子孫代々東ズマ軍をた、長田、遺産の軍を守護して繁盛したマイケルが妹より四代の、孫四郎助光の時にあって、上級三期美年六月の乱に、北条義時の最速について宇治川の合戦に歴史、し、旧市、風は平治左衛門、風脇、岩毘城由来のことなみ、東太郎殿、 福あずまんやのこと、国立国会図書館デジタルコレクション、風ざわき、駒番号14から15個の記述に従えば、藤原南家の藤原ためのりの子孫が、あずまの初代、あずま太郎妹である。あずまは代々上野国あずま軍を領地したという。その四代目が、白郎助光である。しかし、白郎助光は、上級の乱の際、 鎌倉幕府軍の一員として西へ向かう途上、宇治川の合戦で歴史したのだという。風秋とは違い、終わり国で戦死したとするつてもある。あず氏のルーツについては、他の文献では、移説、遺伝がある。藤原北家の末裔とするつてや生は源氏の子孫と、するつてがあるほか、これらの名族がルーツではないという説があるものの、いずれも根拠に書き確実なものはない。 風ザでは、スケミツが戦死した後の東氏のことも触れられている。これによると、東ズ郎助光スケミツの死後、重臣の大野氏、塩谷氏、秋間氏が主家を事実上乗っ取って、三夜で東氏の領地を分け合ってしまったという。東ズ郎助光スケミツの死因を、妖怪のたたりとする伝承もある。この伝承では、東ズ郎助光スケミツは、岩洞城の城主となっている。 その岩槌城や城下に、妖血という妖怪が出没、東ずましろもそのたたりにより殺され、東ずまも断絶してしまったという。あずましを死にたらしめた、妖血は、妖怪ではなく、山賊だとするつてもある。妖怪とは明言せず、原因不明だが城内で起きた騒乱のために、東ずましろが死んだとも言う。妖怪、妖血は、 東ズマシスケミの知性が乱れて城下が乱れたことの隠誘であるとする者もいる。この妖怪譚に後日談が続くバリエーションもある。源の頼朝の重臣に藤原北家の藤原幸平という人物がおり、妖怪、妖怪を退治するため、息子で下神戸荘の商事である藤原幸家を岩渕へ派遣した。藤原幸家は妖怪を討伐すると、その行で、 東軍を与えられた。この時、東家では、唯一、東ズマシロの娘が生き残っていたので、この娘を、藤原幸家の息子の幸重と結婚させた。以後、藤原幸家は、東太郎幸家と名乗り、息子には、東太郎幸重と名乗らせたという。これにより、東氏は再興された。幸重の子に、東太郎幸盛が出たとも言う。ただし、 これらの伝承に見られる、藤原幸平、雪家、雪主家、雪森という形図を裏付けるような確かな資料はなく、あくまでも伝説に過ぎない。現代的な研究では、岩渕城の建築時期は南北朝時代以降と考えられており、鎌倉時代に、東ず助光が岩渕城主だったというのも時代が合わない。ありがとうございます。